腹筋はルーティン、ブッキングなんてルーキーズ。なんかありそうで絶対になさそうな、ちょっとダサめのラップが完成した気がする。地球がジムフィットネスエタヒロです。人の目線を一網打尽にするほどバキバキに割れた腹筋。腹筋を割りたいとまでは思わへんけど、見た者の目をハートにして虜にしてやまない美しくてスタイリッシュなお腹。シンプルに腹筋について、そして一番効く腹筋が知りたい。腹筋への愛の形は人それぞれですが、腹筋というワードを聞くとこの3つのどれかが頭によぎった人も多いはず。ということで本日の動画は、数ある腹筋の中からパーソナルトレーナーの僕が選んだ6種類の腹筋を鍛えるトレーニングを、厳選な調査のもと順位をつけて一番効く腹筋を選んじゃいます。題して、腹筋ナンバーワン決定戦。まあとは言ってですね、ただ単に一番効く種目をお伝えしてもいいんですが、本当に腹筋を変えたい人や筋トレ始めたての人たちにも腹筋について、そして腹筋を割る方法について、まあそれだけじゃなく筋トレの楽しさなどもたくさん知ってもらいたいので、筋トレの楽しさなどもたくさん知ってもらいたいので、今日の動画は、なぜ効く腹筋を決めるのにその評価方法を採用するのか、腹筋とは何か、そして最後に一番効く腹筋は何なのか、分かりやすいフォーム解説付きの腹筋ナンバーワン決定戦、このような構成となっているので、もしよかったらご筋肉と一緒に最後までお楽しみください。なぜその評価方法を採用するのか。順位を決めるということは目的や価値観や好みで大きく左右されるものやから、どんなことでも評価を下すのは難しいものです。例えば効果がバチバチにあるからといって難しすぎてできなかったり、きつすぎて続けられなければ、体作りで一番大切な継続ができないものを一番とは言い難いです。フィットネスメイトは仲間とテム…ちょっともう一度いきますね、ごめんなさい。フィットネスメイトは仲間と共に手を取り合ってフィットネスを頑張って体を変えたり、フィットネスで達成感を分かち合って楽しんでもらいたい、そんな思いでつけた名前です。だからこのチャンネルは、運動が得意な筋トレウォーリアーたちだけじゃなく、運動が苦手な筋トレラブリースマイルさんたちもたくさん見てくれてます。なので厳選な評価基準を設けるにあたって、腹筋に効く以外にも難易度、怪我のリスクも入れることにしました。腹筋に効くの評価項目に関しては、お腹の見た目を変えやすいという点に着目しました。お腹の見た目を変えるために大切なことは2つ。お腹の筋肉がしっかりと収縮すること。そして腹圧がかけやすいかどうか。筋肉を育てるためには筋肉の収縮が一番大切です。ただお腹の見た目を変えるという点に関しては、腹圧がかけられるトレーニングもとても大切です。で、腹圧って何と思われた方もいると思いますが、この腹圧とは腹腔内部にかかる圧のことで、みぞおちあたりにある横隔膜から骨盤までの空間の圧が高まっている状態のことを腹圧が高まっていると言います。咳をしたり大声で爆笑した時にも無意識に腹圧は高まるんですが、横隔膜、腹横筋、多裂筋、骨盤底筋群といったインナーマッスルを使うことで腹圧は高まります。子供の頃には誰にでもできたのに、大人になるとなぜかできなくなる腹圧なんですが、見た目以外にもたくさんメリットあって、それらの腹圧の恩恵については以前詳しく動画にしたことがあるので、そちらの腹圧についてはたくさん語ったので、よかったらそちらも合わせてお楽しみください。この腹圧がお腹の見た目にかなり大きな影響を与えてくれます。だから腹筋に効くという項目に関しては、筋肉の収縮と腹圧、この2つの項目にしました。これら2つは星が多いほど点数が加算される加点法です。そして先ほども言ったんですが、筋トレはやることを続ける継続が何よりも大切でしたよね。
きく筋トレやからといってそれで怪我をして続けることができなくなるのは本末転倒なので、怪我のリスクも評価項目に入れています。そして腹筋に効くからといっても、そもそもその筋トレができないと全く意味がないので、できない人が続してしまうか、できない人が続出してしまう可能性のある難易度の高さ、これも評価項目に入れています。これら2つに関しては歩姿が多いほどポイントを下げる減点法を採用しています。でここでちょっと注意点なんですが、腹筋をするイコールお腹の筋肉を鍛えてお腹をデザインする、なのでお腹の脂肪を効率よく減らすものではありません。腹筋を割ったりお腹の見た目を変えるためにはお腹の脂肪を減らすことがめちゃくちゃ大切なんですが、効率よくお腹の脂肪を減らす方法は腹筋をするんじゃなくて全身運動や食事管理やカロリー消費なんです。だからといってお腹に一番効くという評価をするにあたってこの消費カロリーというものを項目に入れてしまうと、それやったらスクワットしたらええやん、いやいやいや食事管理したらええやんとか、ちょっといろいろ突っ込みどころが多くなってしまうので、今回はお腹の脂肪が減りやすいという評価項目は入れませんでした。お腹を変えることについては以前動画にしたことがあるので、お腹を変えることに興味がある人はよかったらそちらもお楽しみください。腹筋とは何か。お腹の筋肉といっても体の表面近いもの、中層部、深層部と、まあ三大間に分けて分けることができます。お腹をデザインするにあたって表面から深層まで全ての筋肉を鍛えることが大切です。ボコボコと割れた腹筋の見た目を作るのは腹直筋と呼ばれる筋肉で、溝落ちあたりから骨盤の下の方にある恥骨までつながっています。これは体を前に丸めたり横に丸めたり骨盤の後傾で作用する筋肉です。綺麗な横腹を作る斜めにシャシャシャって受け出てる腹斜筋、まあ、これは外腹斜筋、内腹斜筋と2つあるんですが、肋骨から骨盤の横の腸骨まで伸びています。体を前に丸めたり横に丸めたりひねる時に作用する筋肉です。なので前に丸める横に丸めるという動作をすると腹直筋と腹斜筋は両方作用します。そして冒頭でお話ししましたが、腹圧で使うインナーマッスルは横隔膜、腹横筋、多裂筋、骨盤底筋群の4つがあります。横隔膜は腹式呼吸の時に作用し、息を吸うと収縮して息を吐くと元の状態に戻ります。腹横筋は腹斜筋の内側にあり、腹式呼吸の時に息を吐いたり腹腔内部の圧迫をしたりお腹をへこませるという役割があります。多裂筋は弱くなると猫背になったりと姿勢を安定させる筋肉です。骨盤底筋群は骨盤の底にある筋肉の集まりで、臓器や姿勢を支えたり排泄をコントロールしたりするハンモックのような筋肉たちです。外側の筋肉と内側の筋肉の両方を鍛えることで、男性ならかっこいいお腹、女性なら美しいお腹を手に入れることができます。これから腹筋ナンバーワンを決めたいと思うんですが、今回はすぐにできる種目のみにすることにしました、まあ、例えば腹筋ローラーとかいうのを皆さんご存知ですかね。この腹筋ローラーというのは腹圧がかけれる人なら強烈な負荷を腹筋に与えれるけど、腹筋ローラーをやるときに腹圧を強くかけれない人は腰に大ダメージを与えることとなり、腰を痛めてしまったりうまく腹筋に負荷を与えられない場合があります。そしてジムに入会しなければできないトレーニングは、重さややり方によって腹筋への負荷が大きく変わるため評価基準が曖昧になりやすいと思ったので、今回はこの2つに関してはエントリー対象外としました。そして今回はお腹の見た目を強烈に変える腹直筋と腹圧に着目して、これから腹筋ナンバーワンを決定したいと思います。腹筋ナンバーワン決定戦、今回エントリーされたトレーニングメニューは、
エントリーナンバー1番、誰もが一度はやったことがあるキングオブ腹筋クランチ、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 クランチ。エントリーナンバー2番、一大ブームを巻き起こした異端児プランク、ク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 ランク。エントリーナンバー3番、突如現れたクイーンオブ腹筋レッグレイズ、レッグレイズ、レッグレイズ。エントリーナンバー4番、キングとクイーンがタッグを組んだ最高強度を誇るトーリーチ、クラン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 チ。エントリーナンバー5番、高速で腹筋を追い込むスピードスターサイクルクランチ、サイクルクランチ。エントリーナンバー6番、ピロシキ、マトリオシカ、ボルシチ、ロシアンツ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 。この6種類の中からナンバーワンを決定したいと思います。それでは早速審査を見ていきましょう。それでは早速エントリーナンバー1番、クランチから見ていきましょう。クランチは足を地球にべったりつけてやると腰への負担が高くなってしまい、さらに腹筋への負荷は下がり、体を持ち上げる際にある程度力がないとできないので、もしお腹のトレーニングとしてこのクランチをやる場合は、膝を曲げて足を浮かして行うと腰への負担が少なくなって、しっかりと腹直筋の収縮がかけられるので、お腹を強烈に鍛えることができます。そして腹直筋の作用は体を丸める動作と骨盤の後傾です。上半身を丸める動きと同時に腰を丸める動作を入れると腹直筋は最大限に収縮がかかって効果が最大限に高まります。体を丸めるイメージよりも体や目線を持ち上げるイメージが強い人はどうしてもこの首に力が入りやすくて、腹筋より先に首が疲れてしまう、そういった人が多いのは少しデメリットな点になりそうな気もします。お腹周りの筋肉が収縮すると腹圧は少し入れにくくなるため、腹圧のポイントは少し低くなりそうですね。さあ、お話し裏に審査結果が終わったようなので結果を見ていきましょう。結果を見ていきましょう。腹直筋の収縮星5。おー、キングオブ腹筋さすがですね。腹圧のかけやすさ星2。ポイントは現在7ポイントです。難易度と怪我のリスクで何点減点されるかで結果が大きく左右されてきそうですね。難易度星1。キングと呼ばれるだけありますね。怪我のリスク星2という結果になりました。やはり丸めた体を元に戻す際に力を抜いてストンと戻すと腰にダメージが入ってしまい、体を持ち上げる際には首を痛めるという点から怪我のリスクが少し高くなってしまいました。なのでクランチの得点は4点です。エントリーナンバー2番、プランク。誰でも簡単にできる筋トレで、スポーツ選手もトレーニングに取り入れている方が多いプランク。お腹周りの筋肉を収縮させずに鍛えるアイソメトリックトレーニングです。腹圧を高めることで効果を爆発的に高めれるトレーニングですが、腹圧をかけずともできる種目でもあるので、このあたりがどうジャッジに響くかちょっと気になりますね。結果は収縮星1、腹圧星さん。やっぱり収縮が全くない種目やからポイントが上がりきらないですね。さあ続いてマイナスポイントです。難易度星1、怪我のリスク星2、結果は1点です。やはり収縮が全くない、腹圧はプランクの時にかけれない人も多い。重心によっては腹筋が疲れる前に肩や腕が疲れちゃったり、腹圧のなさやフォームの間違いで腰への負担が大きくなる、そういったところが得点に響いてしまったのかなと思いますね。プランクは老若男女問わず普段運動しない人の運動機能改善やスポーツや筋トレのパフォーマンスの向上、姿勢改善など見た目以外のメリットがたくさんあるナイスなトレーニングなんですが、今回は見た目に特化した評価基準なので点数が低くなってしまいましたね。素晴らしいトレーニングなんですが、今回は残念な結果となりました。
エントリーナンバー3番レッグレイズ。足を下ろした時に腹圧をかけて足を支え、足を持ち上げた時に腹直筋に収縮をかけることができる強烈に鍛えれるトレーニングです。動作は比較的簡単ですが、収縮をかけることと腹圧で支えるという2つの動作を繰り返すため、この動作をやることはできてもお腹にしっかりと効かせてやることっていうのは少しだけ難しいんですよ。だからこのあたりがどのように点に響くのかが気になりますね。審査結果が出たようです。収縮星3、腹圧星3。おお、ポイントは高めですね。難易度星2、怪我のリスク星2。結果は2点となりました。足を下ろした時にお腹で足を支える感覚、腹圧が高い状態を作るのが難しくて足を下ろした時に腰へのダメージがあるという点、腹直筋を収縮させるためには上半身を丸める動作が必要なんですが、地球に上半身をベターっとつけて収縮をせずにやってしまっている人がかなり多い点から、マイナスポイントが少し高くなってしまいました。うまく上半身を丸めて収縮をかけて腹圧で足を支えれるとかなり腹筋には効くトレーニングなんですが、レッグレイズはある程度回数こなして経験を積む必要があるから少しポイントが低くなってしまったと思われますね。エントリーナンバー4番トーリーチクランチ。クランチとレッグレイズを混ぜた自重の中では超高強度の腹筋トレーニングです。レッグレイズは収縮をかけにくかった点とクランチでは腹圧がかけにくいという点の両方をカバーしたトレーニングです。僕はこれめちゃくちゃ腹筋への負荷が高いから大好きでよくやってる種目なんですけど、強度が高すぎるとできない人がいるっていうのと怪我のリスクが上がってしまう、まあ、このあたりが得点にどのような影響を与えるのかが少し気になるところです。審査結果が出たようです。収縮星5、さすがですね。腹圧星3、難易度星3、怪我のリスク星2、結果は3点です。会場がどよめいています。上半身の丸まりと骨盤の後傾を同時にすることで収縮は最高得点の5点を叩き出しました。腹圧のかけやすさは少し難しいのでやはりレッグレイズと同じ得点となります。強度が高い分難易度も高くなり、できない人も多いためマイナスポイントが少し高くなってしまいました。普段から筋トレしてる方ならできるトレーニングなので、筋トレ好きにはぜひフィットネスライフに取り入れてほしい種目です。エントリーナンバー5番サイクルクランチ。この腹筋をやる人も多いんじゃないでしょうかね。クランチと似てますが体をひねる動作があるため腹斜筋を強烈に鍛えることができます。気になるのは骨盤の後傾があまりできない点や腹直筋よりは横腹の腹斜筋への負荷が高いというところがどのように点数に影響するのかが気になります。結果はこの通りとなりました。収縮星2、腹圧星1、難易度星1、怪我のリスク星11点です。今回は腹直筋が審査基準のため腹斜筋メインのサイクルクランチには少し厳しい結果となりました。難易度、怪我のリスクともに低いので取り入れやすい種目ですが残念な結果となってしまいました。エントリーナンバー6番ロシアンツイスト。プランク同様腹圧をかけてやらないと腰を痛めてしまう可能性があり、ひねる動作がメインなので腹斜筋は強烈に鍛えることができるんですが、腹直筋の収縮がほとんどないという点は気になるところです。早速聞かれました。腹直筋の収縮星1、くーやっぱりか。腹圧星3、難易度星1、怪我のリスク星2、結果は1点です。横腹の腹斜筋が評価し基準なら結果はもっと違った形になってたかもしれませんが、今回は腹直筋が審査基準のため残念な結果となってしまいました。ということで順位が決まりました。
誰でも簡単に取り入れられて怪我のリスクも低く、上半身と腰を丸める動きだけでやる強烈に腹直筋を収縮させれるクランチが1位となりました。惜しくも2位となった難易度の高いトーリッチクランチですが、超高強度なので得点こそ低くはなりましたが、筋トレ中級者上級者の方にはぜひともフィットネスライフに取り入れてほしい種目です。レッグレイズはお腹をへこませないようにしながら足を支え、お腹をへこませないようにしながら足を持ち上げれると腹圧を強烈にかけられるから、それさえ意識すれば収縮はクランチよりは少し少なめですが、腹圧でお腹を強烈に変えることができるトレーニングなので、ぜひこちらも取り入れてほしい種目です。ちょっとごめんなさい、カミカミでしたね。4位となったプランクは誰でも簡単にできて、見た目以外の私生活の動作向上やスポーツや筋トレのパフォーマンス向上、姿勢改善、運動不足の方のトレーニングなど見た目以外のメリットが多く、こちらもぜひとも取り入れてほしい種目です。そしてサイクルクランチとロシアンツイスト、腹斜筋をメインに鍛える種目なので、腹斜筋を鍛えるとお腹周りの見た目もガラリと変えることができるので、ぜひこちらも合わせてやってもらいたい種目たちです。ということで今回は腹直筋の収縮と腹圧に着目して一番効く腹筋を選びました。腹筋をやるときは筋肉の距離を短くする収縮をできるだけやり、筋肉の距離が変わらない支える動作のときは腹圧で支える。これを大切にすると表面から深層部までのお腹の筋肉すべてを鍛えられて、お腹がほんまにめちゃめちゃ変わりやすくなるから、ぜひトレーニング中は少しずつまでもいいのでその意識を加えてみてください。ほとんどの人は初めから完璧にはできないから、完璧じゃなくて大丈夫です。ただでさえ筋トレは普段やらないような動きで筋肉に負荷がかかるとさらに疲れて集中できず、思ったように体を動かすことができないものです。筋トレはスポーツと同じで分かっててもうまくできないのが当然です。野球未経験の人がプロ野球選手に投げ方を教わったとしてもうまく投げられない、そんなのと同じです。知ってるとできる、これは全然違うものなので、毎日コツコツ筋トレをやるたびにフォームやイメージをトッピングして無意識にできるようになるまで楽しんでやってみてください。日々のフィットネスライフに美しいトッピングを。ナイスー。